タニツナオヒデ、タニツナオヒデは、日本の動物学者。日本の動物生態研究の礎を築いた人物。PhD。東京で生まれる。その後、親と共に、北海道に渡り、北海英語学校で学ぶ。1894年尋常、中学教律学校卒業。1897年第一高等学校卒業。 1900年東京帝国大学理科大学を卒業後、浅羽康氏の援助により、アメリカコロンビア大学の E.B. ウィルソンの下で、実験系大学の研究を行い、PhD の学位を得た。1907年に帰国し、東京帝国大学理科大学講師を職託され、1910年には同助教授となった。1920年慶応義塾大学医学部教授、 1922年、東京帝国大学理学部教授となり、1936年には帝国学士委会員を命ぜられる。1938年退官して、東京帝国大学名誉教授。このほか、日本動物学会会頭も長年務めた。また、1920年財団法人北海中学校理事。1923年頃から、 徳川生物学研究所評議員、1939年、財団法人内村学園理事を歴任した。大学在任中は、実験動物学の指導、発展に努めた。日本における、動物学の権威、義理の兄に、浅羽康氏がいる。北海英語学校時代から、アメリカの留学時代まで一貫して、他日を資金面から支えた。大いに、いじり少子がおり、 東大地質学会への進学を進めた、などがある。ありがとうございます。